ナンバーアンダーラインアイ、ノーイエスの隠されたメッセージとは、イエスとノーの狭間で揺れる女心に共感。男性グループの夏ソングトップ10を発表する。モデルプレス国民的をしランキング。2024年夏、音楽シーンで輝きを放った一つの楽曲が多くの女性たちの心をつかみ、そしてその勢いを一層強めている。それがナンバーアンダーラインアイのノーイエ e スだ。 この楽曲は、ただの夏のアンセムにとどまらず、その深いメッセージ性や、独特な音楽スタイルによって、多くのファンの心に残り続けている。特に平野翔、元裕太、神宮寺裕太の3人によるユニットナンバーアンダーライン愛が放つエネルギーは、他のアーティストたちと一線を画すものがあり、彼らの音楽は聴くものを特別な感覚へと引き込んでいる。ノーイエスの持つリズムとメロディーは、 夏の開放感と情熱を表現しつつも、同時に内面的な葛藤や揺れ動く感情を描き出している。この対立した感情が楽曲の核にあり、タイトルが示すようにノーとイエスの狭間で揺れ動く心情を反映している。初めて聴く者には、軽快なサウンドが耳に残るかもしれないが、繰り返し聴くことで、その中に込められた繊細なメッセージに気づくことだろう。それがこの楽曲の最大の魅力であり、 ナンンンバーアンダーアダライン愛の得意性とも言えるまた、ナンバー・アンダーライン・アイのメンバーである平野翔優太神宮寺優太は、それぞれのキャリアを通じて、個々に高い人気を誇っており、彼らのキャラクターや表現力が楽曲に深みを与えている。特に平野翔は、彼の鋭いパフォーマンスと独特の感性で知られ、岸優太は彼の柔らかさと安定感がファンに愛されている。そして、 神宮寺優太はその知的で繊細な歌声が特徴であり、三人の絶妙なバランスが、ノーイエスの独特な音楽性を支えている。こうした個々の強みが一つの楽曲に集約され、ファンにとっては非常に印象深い体験となっている。この楽曲は、彼らの音楽の中でも特に異色を放っており、それは楽曲の構成や歌詞の内容だけでなく、その制作背景にも現れている。ナンバーアンダーラインアイのデビューは、 3人の既存の人気や活動を超えて新たな音楽領域を開拓するという意味合いが強く、ノーイエスはその象徴的な作品となった。この楽曲が生まれるまでの過程には、多くの葛藤や挑戦があったことは言うまでもない。しかし、その過程こそが、ノーイエスのうちに秘められた感情の源泉となり、楽曲の力強さを支えているのだ。特に2024年の夏という時期は、 音楽業界全体が大きく変動していた時期でもある。コロナ禍を経て、エンターテインメント業界は大きな変革を迎え、アーティストたちにとっても新しい表現の形を模索する時期であった。ファンとの距離感や、ライブパフォーマンスのあり方、デジタル配信の拡大など、これまでとは異なる環境の中で、アーティストたちはどのようにして自分たちの声を届けるかを考え直す必要があった。そうした中で生まれた、 ノーイエスは、まさに新しい時代に対応した楽曲であり、聴く者に今まで以上に共感を呼び起こす力を持っている。この楽曲の歌詞に注目すると、イエスとノーという対立した選択肢の中で揺れ動く感情が描かれている。それは、現代社会に生きる私たちの多くが日々感じている葛藤や、不安、希望を反映しているように思える。特に女性にとって、このような感情の揺れは身近なものだろう。 日常の中で多くの選択肢に直面し、その中で自分の意志をどのように貫くか、または折り合いをつけていくかという課題は、現代社会においてますます重要なテーマとなっている。この点において、ノイエスは、単なるエンターテインメントを超えて、社会的なメッセージを含んだ楽曲としても評価されるべきだ。また、ノイエスの成功は、 ナンバーアンダーラインアイというユニット自体の今後の展望にも大きな影響を与えるだろう。すでに個々の活動で成功を収めている3人が、再び一緒に音楽を作り上げることで、ファンの期待はますます高まっている。そして、それがどのような形で進化していくのか、音楽シーン全体にどのような影響を与えるのかは、今後の注目ポイントである。特に日本の音楽業界において、 男性グループの存在感は年々増しており、その中でナンバーアンダーライン愛のように、個性とメッセージ性を兼ね備えたユニットが新たな風を吹き込むことは、ファンにとっても業界にとっても歓迎されるべき変化だ。2024年の夏は、ナンバーアンダーライン愛だけでなく、多くの男性グループが夏ソングをリリースし、ランキングに名を連ねている。特に、モデルプレス国民的推しランキングにおける彼らの4位のポジションは、 彼らの音楽が多くの人々に支持されていることを示している。そして、このランキングが示すように、音楽はただの娯楽ではなく、時代や人々の心を映し出す鏡であり、私たちの人生に深く影響を与えるものである。No.1 の「No.Yes」がリリースされた2023年は、まさにその象徴的な年であり、この楽曲が持つメッセージは、これからも多くの人々に共感を呼び続けるだろう。 ノーイエスという楽曲が持つ深いメッセージ性は、単なる夏の一時的なヒットソングにとどまらず、長く愛される作品となる可能性を秘めている。その背景には、平野翔、岩優太、神宮寺優太という3人のアーティストとしての成長と、それぞれが持つ個性が見事に融合している点が挙げられる。彼らはそれぞれが多くの経験を積み、音楽的な成熟を遂げてきた。だからこそ、 ノーイエスは単なるエンターテインメントの枠を超えて、多くの人々に共感を与える力を持っている。この楽曲の成功を受けて、今後ナンバーアンダーライン愛がどのような方向性を取るのかは非常に興味深い。すでにここで多くの実績を持つ彼らが、再び一丸となって新たな作品を生み出すことに期待が高まっている。彼らの音楽が持つメッセージ性とエネルギーは、これからも多くのファンを魅了し続けることは間違いない。 そして、彼らが今後どのように進化し、音楽シーンに新たな風を吹き込むのか、その未来に目が離せない。ノーイエースの成功を受け、ナンバーアンダーラインアイの今後の活動がどう進化するのかは、ファンのみならず音楽業界全体の関心事となっている。特に彼らの持つ個性と音楽スタイルは、既存のアイドルグループとは異なる魅力を放っており、これからの音楽シーンにおいて新たなトレンドを作り出す可能性が高い。 まず、平野翔、岩優太、神宮寺・優太の3人は、すでにそれぞれがソロでの活動や別のプロジェクトで成功を収めている実績がある。彼らが再び集まり、ナンバー・アンダーライン愛として音楽を作り上げることは、単なる再結成やコラボレーションの枠を超え、新しいクリエイティブな挑戦であると言える。そのため、ファンはもちろん、業界内でも彼らの次の一手に大きな期待が寄せられている。特に、 日本の音楽業界においては、男性アイドルグループやアーティストが新しい形で表現を模索する時代に突入している。これまでのアイドル像から脱却し、よりアーティスティックなアプローチや、社会的なメッセージを含んだ音楽作りが求められている中で、ナンンンバーアンダーラインアダライはその可能性をいいに持っている。実際 n o a スが多くの人々に支持されていることは、彼らがその期待に応える力を持っていることを証明している。 さらに、ナンバーアンダーラインイのメンバーたちは、ただ音楽を発信するだけでなく、彼ら自身がどのように音楽を作り上げ、表現していくかという点にも強いこだわりを持っていることが知られている。彼らのインタビューや舞台裏の映像からは、楽曲制作に対する情熱や、自分たちの作品に対する誇りが感じられる。そのため、次にどのような楽曲やプロジェクトが発表されるのかという点で、 ファンは常に期待と興奮を持ち続けている。ナンバーアンダーライン愛の今後の方向性については、ファンの声も大きな影響を与えるだろう。近年では、ファンとの双方向のコミュニケーションがますます重要視されるようになっており、SNS やオンラインイベントを通じて、ファンの意見や反応がダイレクトにアーティストに伝わるようになっている。ナンバーアンダーラインアイもこのトレンドを積極的に活用し、ファンとのつながりを強化していくことで、 さらに新しい形の音楽活動を展開していくことが期待される。